はい、皆さんこんばんは、ゆうちきです。今日はね、空気読み2ということで、シャープ3かな、やっていきましょう。第51問。さあ、今日は同僚の男の結婚式だ。あ、どこに座るかね。こんなもんね。え、待って待って、勝手に進んだ。え、わかんね。第52問。わからんかったな、さっきの。おい、全員赤やん。あ、結婚式の続きかな。新婦入場です。まさかの外国人。まさかのね。参列者ご起立をお願いします。立て立て。よし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 。なんでさ、右から2番目が全員ハゲなん。あ、終わった。第53問。お、指輪や。あ、どこに刺すかね。これを左手じゃなくね。あ、左手や、これ。ここや。はい、完璧。俺できる男は誰か俺と結婚してください。嘘です。もう俺結婚したくない派なんですけど。ああ、ちゃんと奥までやんのね。あ、成功？第54問。さあ、何？俺結婚式わからんからさ、何これ？あ、バラ投げてる。今。俺、めっちゃいい男やん。てか、俺があれなんや。髪の毛生えてたやつなんや。他のやつ、ハゲね。こうしたら多分ね、寺で働いてる。第55問。さて、おっと？あ、わからん。何これ？あ、ブーケトスか？女の子に取らしとこう。避けろ、避けろ。ナイス。完璧。え、落ちた、落ちた。取れよ、誰か。第56問。お、エスカエレベーター、エスカレーターかな？もうあんまね、どっちかわからんなんだよ。あ、お前そこダメよ。あ、降りたらいいわ、それなら。俺が止まってたら一生止まってるから。まあまあ、行こう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 。あ、急にスムーズになった。そんなたまたま4連なことある？第57問。おお、また来たぞ。なんか、お兄ちゃん、ウミガメはすげえ本物だ。お姫様やん、こいつ。卵産みに来たんだ、見守ってあげよう。はーい。お、卵産み待ちね。そんなことある？こんな近くで。おっと、来たぞ。これ何やったっけ？名前忘れたけどさ、こいつの。待って、何もすることないんじゃん。あ、え、わざといじめてるってこと？なんか、あれか。物語を進ませるためにいじめんとか。正解？第58問。お前と彼女。今日は彼女の部屋にお泊まりだ。おっと？一人だけ茶飲んでるけど。あ、出してもらったんか、彼女の家にお泊まりやから。あ、立った。何したらいいんこれ。フェードアウトはあかんやろ。ここ、座れ。第59問。魔法のルル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 
早すぎ。おっと、かっこいいぞ。多分馬の顔でか。え、死んだんやけど。あ、白雪姫ね。え、わからんわからん。あ、ブサイク、ちょっと避けて。ああ、え、起きたらあかんかった。しくったー。第60問しくったな。めっちゃブスやったやん、来たやつ。あ、読めない。なにこれ。え、よ、あんたは白い服やんな、それ。フレンチにしとこう。フレンチも汚れるか、わからんけど。これなんなん。第61問。毎回思うけど、ああいう選ぶ系のやつなんなん、意味ある。おっと、理系ですね。あ、先生が俺か。おっ、ん、右と左に行ってるだけと、こうなるわけ。はいはいはい。テスト出すから、しっかり喉取るように。え、で、チョーク投げるのか。え、あ、お、お、危な、どっか行きそうになった。なんだ、先生で見えません。あ、そういうことね。どけってことね。あるよな、これ。あ、終わった。第62問。ああ、ダメだ。眠気が限界だ。寝よう。あ、リクライニングをするかどうか。ちょ、後ろに確認を取ってから。あ、ちゃちゃちゃ、後ろに確認を取ってからリクライニングする。あ、めっちゃうざいやつやん、これ。カクカクしてめっちゃうざいやつね。第63問。日本で一番高い山は富士山だぜ。ピノキオやったっけ、これ。僕は木の人形さ。はいはいはい。嘘ついたら確か伸びるっていうお話やった気がする。提出でできて嘘つけよ、お前。木やろ。この間アイドルと合コンしたぜ。やばいな、この物語。電球は俺が発明した。嘘つけ。そんな賢ない、こいつは。僕が有名な子供店長です。あー、こいつ嘘つきや。あ、鼻伸ばせばいいや。伸ばせ伸ばせ伸ばせ。どうやって伸ばすの、これ。無理ないけど。え、ちょ、え、あ、伸びてる伸びてる伸びてる。いいねいいね。え、スライドしてるから。え、でも赤くないよな。スライド、あ、スライドしたら伸びてるわ。めっちゃ伸ばせな、めっちゃ伸ばせ。もうお前もう、重さでへしょれるぐらい。あ、第64問。霊酒。はいはい。霊酒俺あんま飲んだことないかも。画面タッチでストップ。あー、どこまでで入れるかってこと？これさ、俺よく見るねんけどさ、溢れさすのが趣があるみたいな感じじゃないの、これ。溢れさしとこ。
溢れさせるのが俺は礼儀だと思う。ああ、いや、こんなちょっとずつ溢れることある？あ、いいね、いいね、いいね。で、この表面張力が来るぐらいまででストップ。あ、完璧やん、これ。俺、慣れるかも、店員に。第65問。てかさ、相変わらずこれ何問までかわからんねんけど。あ、また新幹線か。なんだ？汗かいているか？なんでなんで？は？何それ？何のジェスチャー？何のジェスチャー？全然わからんねんけど。何のジェスチャーしてんこいつ。あ、トイレ行きたいってことか。あ、寝たあかんって。え、立て。オッケーオッケーオッケー。ああ。第66問。しくった、さっきのやつ、多分漏れたな。今日は健康診断です。おー、めっちゃおばちゃん。最初は尿検査です。これに取ってきてくれ。やばすぎるやろ。絶対あかんやん。マジなるほどね。尿検査っていうのは大体これぐらいでいいんだよ、本来。え、でも俺は溢れさせました。はい。汚いけどね。あのおばちゃん飲むんかな、もしかして。飲んでくれたりすんのか？俺のこのおしっこを。おしっこを飲むなんて人生で経験することはない。だが、このおばちゃんならやってくれると信じてるぜ。第67問。あれの反応見たいねんけどな。見れやん、この鈴木で。あ、全く違うのになったから。右。視力検査？右。視力検査じゃないな。あー、行き過ぎた。なんだこれ。なんかのゲーム中？左。はいはい。もうちょい左。なんだこれは。そこ、お。何これ。あの、嵐のさ、あー、スイカ割りね。農家、割りまーす。へそないこいつ。乳首もない。はい。やば、粉々。えぐすぎ。え、なんで汗かいてん？成功やん。え？第68問。さっきの成功じゃないの？なんで汗かいてたん？あと、バーベキューですね、バーベキュー。煙がすごいぞ。煙がすごいけども。あ、この煙赤いから、笑われてる。ガキども、笑ってんじゃねえよ。いや、子供を笑かさせてあげよう。こっち。あ、いいね。ちょっとずつ移動させれてる、いさせれてる。子供の笑顔を見るんだ、俺は。おいおい、じゃあもっと早く移動してくれ、煙。めっちゃ笑うやん、子供。第69問。さあ？お、あー、なにこれ、一寸法師大きくするのじゃ。一寸法師わからんけど、俺どうやったら大きくなんのこれ。あ、え？動かんねんけど。何もできへん。あ、なんか鳴ってる。なんか降って、あ、なんか、え、でかっ！めっちゃでかなるやん。え、すごっ。一寸法師ってでかなるお話やったっけ？ちっちゃくてさ、ずっとやるみたいな。あ、巨人なら巨人、あ、無理か。あ、これ限界値ね。第70問。お、押してる。自転車の練習ね。もう焦げる気するけどな。離さないでね、やって。絶対、こういうのはね、俺手伝ったことないんですけど、離した方が実は一人乗れるってパターンあるんで離します。あ、ちょ、離して、お願い。離してくれ。お前、何してんねん。第71問。さっきの子成長せえへんな、あれじゃ。娘さんと結婚させてください。までって何？あ、そういうこと？ 4、3。娘さんと結婚させてください。これ早くアプローチするのがいいのよ。うん。待ってたらダメなのよ。なら、あれ、失敗したんですけど。第72問。これまた75問で一旦ストップやな、これ。100問で終わってくれることを願ってる。おー、死ぬぞ。え、この人助けるやんくね、俺。どうやって助けたらよかったん？あ、よく言ったわ。え？目の前まで来るまで気づかんのやばない、こいつ。相当やばい、あいつ、あのハゲ。気持ち悪い。第73問。え、中割り、え、なんていうの、氷中割りか。あ、え、なにこれ。あ、氷割るやつか。おっす。いつでもいいの、これ。はい。あれ？あ、タイミング合わせやなあかんかった。お前は気合で割れる男や。うん、お前すごい男。俺がそうやってやってやった。第74問。あ、なにこれ。10本アニメみたいな感じ？あ、はい。あ、ちょっと。ちょっと遅いかな？もう一回。OK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 。今！あ、完璧やん。おお、立ったわ、今度。何が起こる次は。ターンとかか？何それ？あ、いけた。なんか知らんけど、いけた。上手。うまいやん。あと、手を挙げる。上。はい。簡単です。余裕。あ、帽子か。びっくりした。首飛んでってんのかなと思ったわ。グロコのダンスたちって思ったわ。ダンスたち？ダンサーたちかな。これ盛り上がってんな、俺。見てておもろいん、これ。おー、マイケル・ジャクソンがめっちゃおる。綺麗。10本アニメやん。何人おるか分からんけど。1、2、3、4、5、6、7、8。9、10、11、12、13、14、15人おるわ、15人。完璧やん。端っこの人はちょっとかわいそうやけど。パフォーマンス中に見切れてるもんな。あれ、成功やな、これ、絶対。完璧やん。パーフェクト。第75問。地獄に落とされた悪党神田田。神田田聞いたことある。あれ？え？また、え？しかし過去に一度だけ、クモを助けたことを命じて、いや、クモを一匹助けるだけで？やばすぎるやろ。
そして神沙汰が糸を登ろうとすると、捕まって動けないんじゃないこれ。他の、なんとかたちでも一斉に糸に群がってきたのでした。あ、やばいやん、これ。これまずいことになってるね、つまり。皆さんもしかみんなが息の周りで手を蹴るしまうかも。あ、そういうことね。あ、こいつまさか、殺すつもりか、明日のやつを。あ、俺が殺すか殺さんかってことか。やっぱりね、良くない奴が上に上がってくるのは良くない。うん。ということなんですけども、やっぱね、悪党にもいい奴はね、何人かおるかもしれんということで、3人だけ登らせてあげますか ?3 人。あ、俺神様やん。仏?選べんにゃ。てかさ、この人間を切るやん。この人間を。人間自体切ることできる?あ、え、あ、無理やった。第76問なんですけども、やっぱね、ここでストップで、一旦ストップ。はい、ということで、今日もやっていったんですけど、まあ、相変わらずね、まあ、100問やと、ちょっと信じたい。さすがに終わってくれ。もう終わってほしい。ということで、次またいつかね、100問目まであんのかな、多分あると思うんで、そこまでの動画また出しますんで、よかったら、その次の動画もまた見てください。ということで、今日の動画が良ければ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。